ヤネちゃん何やってんの？うわぁ、できた。制作期間3日、50万円貯金箱、たくさん貯金しよう。貯金箱作ってやるよ。はい、じゃあ皆さん夏休みの自由研究を見せてください。クリアできない迷路、アフロのバイメルちゃん、夏休みに出た一番大きいウンチ、つまらんもんばっかりだな。ヤネスケは？お母さん貯金箱です。なんだこれ。先生、お母さんの口にお金を入れてみてください。もうなんだよ。あん、取り出すときはこうです。すごいな。このボタンを押してお金を取り出せば、あれ、おい、俺の金返せ、返せ俺の金。ヤネちゃんのおかげでたくさん稼げたわ。リンリンリン、あがいたから退治しただけよ。お母さんのせいでビクロイできなかったじゃん。そんなにカッカしないの、カだけに。覚えとけよ。もう年寄り。さあもうこれだから夏は気合いなのよ。え、何？ブツブツも似合ってるかしら。似合ってるよ。かわいいね。ガーキー！ガーキー！ガッチン。もう怒ったよ！かー！黙れー！ぶっ！どう？お母さんとに線香は？ガーキー！ガーキー！母さん、ご飯だよ。ほら、美味しいだろ？いけいけいけ！ヤネちゃん、お昼ご飯よ。今日のご飯何？キイコ特製スペシャルそうめんよ。え？またそうめん？もっと味濃いもの食べたいよ。文句はなくな！レンレンレン、くらえ。レンレンレン、何よ。いけ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 い
もう何なのよ。水風船投げてもバレねえよな。あら、ヤネちゃん、水遊びがしたいのかしら。一緒に遊ぼうよ。ついてきなさい。100倍返しだ。ガキは子供用プールで遊んでろ。ちょっと待て、クソ野郎。うわぁ、これでとどめだ。中華料理は味が濃くていいな、すべて最高。ヤネちゃん、中華のセットでフカヒレはどう？じゃあ、私お風呂入ってくるね。はい。おい、みんなで女子風呂覗きに行こうぜ。いいね。お前ら、この先に何の用が？ちょっと忘れ物をしちゃって。そっか、それなら先生が探しておこう。正面突破は不可能だ。そこでこれを見てくれ。2階の女子トイレの床は女子風呂とつながってる。つまりここを爆破するのが最短ルートってわけだ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達で本当に良かったと思ったよ。まだ目的は達成されてない。気を抜くな。ヤネさん、前から3番目の個室はここだ。うわあ、お前ら、女子トイレで何してんだ。先生のホース何してるんですか。お前ら新生の女子トイレで何を受けるんだ。いや、してるのは先生のホースだ。いたたたたたたた、就寝の時間だ。夜更かしはしないで早く寝るんだぞ。はーい。さーて、始めますか。あ、Wi-Fi がないや。ペン型 Wi-Fi あるよ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達で。さっきも聞いたよ。やろうぜ。あいつら何回様子がおかしかったな。もしかして。おっしゃ、いいの次や。おい、いいぞ。おやまら、ちゃんと寝てるのか。寝てます。お、えらいな。おい、ヤネスケ、なんで先生が来たの分かったの。廊下に仕込んだセンサーに反応したんだ。ヤネスケ、ゲームやさん。どう驚かそっかなあ。
か。いいから全員校長室に来なさい。なぜにモテてんだよお前ら。いい加減しろこらなあ。先生の言うこと聞けこら。本当にあんたたちっていうのはね、どうしようもないクズなのよ。クズクズ。いいあんたら。です。おいおい、今から5時間内休場状態そうだ。行くぞ行くぞ行くぞ。おい、あの女のパンツ見たいか。え、あ、見たいけど。任しとけ、ケフヨゼか。キャッ、屋根助、お前も手伝えよ。ケフヨゼか。キャッ、私のパンツが。おい、逃げるぞ。待てこら。ヤネスケ、乗れ。うおー、くっそー。お母さん、最悪のタイミングで最悪の相手となってしまいました。ほら、やめちゃん、ください。お買い物だろ。ちょっと、これも高いわね。どれしちゃ、これもちょっと高いわね。お母さん、お菓子買って、10円までよ。うん、お母さ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 ん、買って。こんなにダメよ。なんでだよ、せめてうまいもんだけでも。うまい棒は税込み価格12円だからダメです。僕の母親はどがいくらついても足りないほどのケチです。お母さんにバレないようにお菓子を入れていくことにします。お、お母さん、ハーゲンダッツいくらだよ。え、ハーゲンダッツもういっぱいあるわ。スーパーすごいわね。クッキー&クリームもあるし、ストロベリーもあるし、バニラチョコレートマカデミアもあるし、工場じゃないのこれ、すごいわ。お願いします。シーズを待ったドラの駄菓子が1点、うまい棒が1点、うまい棒が2点、うまい棒が3点。なんでこれうまい棒だった？5点。ちょっと、何よこれ。毎中使うの？卵カードが1点。ちょっと、やばい。あんちゃん、何やってんの。いくら鈍感なお母さんでもこれじゃ騙せませんでした。ゆきなれちゃん、お風呂入ったから一緒に入る？もう小学3年生だよ、一人で入るよ。もうテレ屋さんなんだから。誰もおばさんの裸なんて見たくないよ。なんでして。今日も一日中動いていたので温かいシャワーが体に染みます。おいっしょ。あ、気持ちよすぎて声が出てしまいました。気持ちよ。物置部屋は最強の隠れ場所です。ついてくんなよクソババ。はぁ、あ、イストリゲージ
遊びの三番勝負で決めるんだ。2回勝てばそのチーム勝ちだ。1番目の試合はイスト取りゲームだ。よーい、スタート。おい、俺に起こせ。すいません、兄貴。俺の方が先です。俺の先です。勝者、紫組。くそ、足元にも及ばないわね。2番目は、ケシピン飛ばしだ。姉貴はケシピン界で負けなしの最強の小学生なんだ。これで様々な小学生を倒し、万事組のトップになったんだ。止まった？いや、まだだ。勝者、万事組。まあいいわ、これで一勝一敗。次の勝負で決着をつけましょう。最後の勝負はどっちも女子に負けるわけねえ。この勝負もらったぞ。あえて一人になったんだよ。あいつ怪力すぎるぞ。エン様は異次元の怪力、絶対に負けることはないわ。おい、最弱の俺たちしか残ってねえ。もう無理だ。お前らこの万事組を守るんだろ。男なら突っ張れ。来い。1人じゃダメでも3人で止めるんだ。俺が正面で壁になる。キーちゃんが足で踏ん張る。そしてパシリ太郎が全体のバランスを整えるんだ。いけー。もう諦めたのか。実はパシリ太郎がボコされた時、俺は見てたんだ。お前は紫組のことが好きすぎるあまりにストーカーをしていて。かわいい、 GPS つけちゃいたい。 GPS をつけようとしていたところを、その電磁波を利用してボールに仕込んだ電磁波の装置を使い軌道を変えるんだ。勝者、万事組。新番長はヤネスケだ。ありがとうな。お前らこれからもヤンキーとして暴れるぞ。みんな聞いてくれ、ヤネスケが帰ってくるぞ。え、ヤネスケ帰ってくるの？いやだおおい、ごらんないか、嫌いなんてるぞ。おら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 、死ぬぞ、嫌いなんてるぞ。おら、今日は新作ゲームの発売日、早く家に帰ってやりたいな。おい、のび太、なんだこれは。面白そうなゲームじゃねえか。ボイボイボイ。それはダメだって。俺たち友達だよね。お前のものは俺のもの。ボイ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 。みんなのものは俺のものだな。ボイ。くそー、ドラえもん。なんだい、のび太くん。スナイパーか斧、もしくは電動ノコギリをくれ。そんな物騒な。いいから、サイヤをぶっ飛ばせるような武器をよこせ。仕方ないな。空気砲。あの野郎、痛みつけてやるよ。ブイ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 。くたばれ。おれ。ブイ。ヒヒヒヒヒヒ。どれどれ。死んでる？おい、お前本当に死んだのか？ドラえもん、タイムフロシキをくれ。まずは何のために必要なのか教えてくれないと。早くタイムフロシキをよこせ。わかったよ。タイムフロシキ頼む、
生き返ってくれ。間違えた、これは未来だ。たけし、元気に生まれてくるんだよ。違う、戻りすぎだ。ブイ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 、ラブジャイアン、よしよし。僕のものはみんなのもの。そうだ、君のものはみんなのものだよ。ブン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 。おいガキ、てめえ何してくれんだ。おい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 、のび太、昔は悪かったな。俺の方こそ悪かったよ。俺たち友達だよな。ああ友達さ。ボイ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 。ハッピー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 、みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッテー。なにな息子で人儲け、お小遣いはなしのバッナーハッテー。